どうも、ハチンコ TV チャンネルのゆうぎです。竹尾です。さあ、久しぶりに都市伝説シリーズのイルミナティカードやっていこうかなと。で、今回のイルミナティカード、まあ画面でお見せするんですけど、こちらですね。悪魔みたいな。まあ、これが直訳ね。直訳が悪魔の伝染病っていうふうに言われてるわけです。悪魔の伝染病。これ自体が、今回の新型コロナウイルスが予言されてるっていうの。悪魔が、ね、バイキンマン。そう。擬人化されてる。擬人化されてるわけよ。だから目に見える形になってるわけよ。コロナウイルスの擬人化ね。はいはい。で、これね、建物が一緒に映ってるじゃないですか。なんかパルテロン宮殿みたいな。そう。これがなんで、それを予言してたって言われてるかっていうと、東京のあの、複合型災害の時もやってたけど、この建物がキーなんですよ。もしかして？その通りでございます。武漢にあります。これ、似たようなのが。ああ、ほんとだ。これ、そっくりじゃん。すごくない？ちょっと並べてみた写真だと、これなんですよね。ああ、ほんとだ。これが、要は、ここ最近、この何週間かでこういうのが予言されてたんじゃないかっていうふうに言われてるのよ。なるほど。で、これなんで、で中国だったか武漢だったかっていう話になってくるじゃん、これもう一枚今日は2枚いきますけど、もう一枚がこちらのカードなんですよ。なんか爆発？そう、これ研究所の暴走っていう意味なのね。へー、意味が、ほんとだ、ラボエクスプロージョンって書いてあるかな。そうで、研究所爆発っていう、まあ暴走みたいな、で、これ関さんがやってる YouTube チャンネル、これをスキミングできるアプリがあって、それを読み取ると映像が出てくるの。で、そこには、人類が今60億人だっけ、地球上にいるけど、それを10億人に減らすっていう。めっちゃ減らすやん、6分の1に。そう。それが一番、なんか人を統括しやすい人数の。全世界合わせて10億人。その新型コロナウイルスっていうのが、最近兵器なんじゃないかっていう話。バイオテロってこと。それでか。でね、これ確かになって思ったのが、去年、TBS で、山下智久さんがやったドラマがあったの。インハンドっていう、最近の、微生物のお話なの、研究家の。で、それに出てくる、ね、山ピーの役の中の、師匠に当たる人の、息子が、その細菌を動物に投与して、逃がしちゃったの。したら、その、なんつうの、村っていうか、村なのか、そこ一帯に広まっちゃって、封鎖するみたいな感じになったの。それに似たことがもし起きてるって考えたら、ああ、なるほどね。だって新型コロナの発生源でさ、食用になってたウサギとかさ、ウサギネズミか。ネズミとヘビとコウモリとか言われてるでしょ。要はそれを注射したやつを逃がしたっていう感じにも取れるわけよ。で、これ猿が、そうなんですよ。よく見ていただくと、この左端のところに、猿がいますよね。これ、昔のね、差別用語、みたいな感じで、アジア人のことを、そう呼んでた時代がある。聞くね。なんかそういう。そう。ね、で、さらに言うと、このね、右に映ってる、これ金髪でいいんだよね、多分ね。この研究員が、欧州の人、東洋、向こうの人なんじゃないかっていう説が、まあ、ありまして。まあ、そうか。中国は一番人口も多い。そう、多いから。で、なおかつ、で、このテロ。思い起こすこと、去年の10月ぐらいに上げた動画かな、うちで。イルミナティカードの。ああ、東京のね。東京の、複合型災害の中にね、テロも入ってるんですよ。要はそれに何かが加わるっていう話だから、バイオテロプラスの物理的なものが起こるっていうことなのよ。要は人類補完計画っていうんだけど、これまた別でやります。世界を統治する、要はエヴァン、そう共通国家だから、なんつうの、今日本アメリカとかって一個一個国になるじゃん。で、その中に統一するっていう世界政府っていうのがあるんだけど、それが一番統一しやすいのが10億人っていう。なるほど。だから今回のこのコロナウイルスの新型っていうのは、バイオテロで、その人類削減計画のために、一環みたいなことだね。そう、行われたんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。怖いですよ。怖いね。信じるか信じないかはあなた次第です。これからもこういったね、都市伝説やっていきますんで、ぜひ、
コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。